平野ノシの未来予想。彼が目指す新たな挑戦とは何かファン必見の展望。滝沢秀明氏との交流。平野ノシ人神宮寺優太の動向そして彼の SNS 戦略ついての意外な悪評悪評。滝沢氏が2023年3月に立ち上げたエンターテインメント会社、トベの社長として、TikTok ライブを連日行っていることが話題となっています。 しかし、そのライブ配信には賛否両論があります。まず、TikTok ライブとは、TikTok 上で行う手軽な生配信のことです。タッキー自身の生の声を聞くことができるため、多くのファンから注目されています。配信者と視聴者が、ギフトと呼ばれるバーチャルアイテムを送り合うバトルやコラボも行われ、タッキーの配信は熱狂的な人気を集めています。 また、サブスク版もあり、有料ファンクラブ動画のようなコンテンツを提供しています。一方で、一部のファンからは、滝沢氏の SNS 戦略に対する懸念の声も上がっています。元ジャニーズであり、トレの社長となる人物が、TikTok で、集金、を行っているという印象を持つ人もいるようです。彼のカジュアルなスタンスに好感を持つファンも多い一方で、 小金稼ぎに見えるとして疑念を抱くファンもいるのです。さらに、滝沢市のライブ配信が予告なく行われることもあり、ファンはタッキーの声を聞くために寝ている間に起きる必要があったり、振動で起こされるために Apple Watch を購入するファンもいるほどです。 このような状況下で、ファンはコラボやバトルで楽しませてくれることを期待していますが、見た回が外れだったという声も聞かれます。一部のファンの中には、滝沢氏のライブ配信によって、彼とは関係ない平野仕様や神宮寺勇太の動向を気にする人もいるようです。 とべ関連の話はサブスクで行われるため、有料コンテンツの流出は厳禁となっており、ファンのマナーによってサブスクの内容は漏れないようにしているとのことです。滝沢秀明氏は全方位の SNS 戦略に貪欲なフットワークの軽さで知られており、その戦略が素晴らしいと評価される一方で、気に入らないと感じるファンも増えているようです。 タッキー自身は、ゆるい姿勢で配信を行い、応援に金額の代償は関係ないと明確にしています。タッキーの SNS 戦略についての賛否両論がありますが、彼のライブ配信は多くのファンにとって魅力的であり、彼の声を聞きたいという思いが彼の活動を支えています。ただし、懸念点もあるため、 今後の彼の SNS 戦略に注目が集まることでしょう。